Don't talk about it like you're crazy. You know damn well I can't replace you. Just say what you mean. Don't waste your time being mad at me. Say what you mean, say what you mean. And you'll get what you need, get what you need. こんにちは、カリーマです。今日はカレーレシピをやっていきたいと思います。皆さんの冷蔵庫の中に、少しずついろんな野菜が余ったりしてませんか？まあ、うちはちょこちょこそういうことが起きるんですけど、でほっとくと多分しなしなになって、まあ、捨てる羽目になっちゃうんですけど、ちょっともったいないん でそういう野菜発見した時は僕はスパイスと炒めてカレー作るようにしてます。でそれを今日はちょっと紹介していきたいなと思います。それと同時に、博多産地の博多でしか作られてない博多つぼみなっていうものを使ってスパイス炒めも副菜として作っていきたいと思います。それではご覧ください。どうぞ。
今回は、娘を使ってっていうか娘に手伝ってもらって、カレー作っていきました。それとつぼみなっていうものなんですけど、あの博多でしか作られてなくて、割と最近のブランド野菜だそうです。でこの辺では、1月末ぐらいからだいたい3月頭ぐらいまではちょこちょこスーパーの方で見かけるじゃないかなと思うんですけど、全国的にはあるかどうかちょっとわかんないんですけど、もし見かけたら一回買ってみてもいいんじゃないかなと思います。つぼみの自体は油中の野菜で、食感でいうとまあよくブロッコリーに似てるような感じですね。で、まあ、コリコリしてめっちゃ美味しいです。で、僕が好きな食べ方はフリッターで、なんだっけ、あとマヨネーズに、スイートチリソースをかけてそれに漬け込んで食べるみたいなのが一番美味しいなと思います。で、今回はまあカレーに使ったんですけど、まあ、そういう食べ方もあるんですね。それから漬物にしたり、いろんな食べ方あると思うんですけど、まあ、ブロッコリーのような扱いをしてもらったら全然問題ないかなと思います。この時期僕もめちゃめちゃ好きな野菜です。ぜひもし見かけたら食べてみてください。はい、ということで、今回の動画が良かったなと思う方はぜひチャンネル登録、それからグッドボタンの方ぜひよろしくお願いします。また、カレー作った時はこういう風に動画にしていきたいと思いますんで、よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。